それでは中野オブザーバー、よろしくお願いいたよろししくおま願いします。す。今日は転売の話をですね、おそらく今日はしないという整理だったと思います。もし転売の話をするようであれば、しっかり時間をとってですね、それが適切であるかどうかのご判断をいただけたらと思います。以上です。おっしゃる通りで、すみません、ちょっと混乱をしているようなところもありますので、ちょっと私からまとめさせていただきますと、まさに今、中野オブザーバーがおっしゃった通りで、ちょっと19スライド目をもう一度見ていただけますでしょうか。終始、松本さんからお話がありましたが、転売に関しましては、その19ページの米印のところでですね、これに関しては、燃料転売のケースについては、燃料ガイドラインとの関係もあるため、資源エネルギー庁において議論の上、その結果も踏まえて詳細を検討するというので、他の機械費用のものとは違う取り扱いにするというふうに明確に書いておりますので、これに関しての詳細は別途資源エネルギー庁において議論をして、さらにその結果も踏まえて詳細を、ね、検討するということであります。で、その他のところは 規模でありますとか、価格っていうのは、できればここの書いてありますように、事前にいただくってこともありますし、我々の監視の中で、その量に関しましても、その量が妥当であるかどうかっていうのは明確にそれもチェックするっていうのも、これは全部書いてありますので、相対でありますとか、他の市場を参考にするっていうのは、すべて価格、あと岩船先生もおっしゃってたように、量も両方チェックをするっていうのは明確に書いてあります。で、その燃料に関しましては、それはもう特段に難しいっていうところもありますし、目的に関しても燃料ガイドラインとの関係もあるため、今申し上げたように、NHO での議論でその詳細を検討するというふうに書いてありますので、そこは安心していただければというふうに思います。あと、先ほど申しましたように、事業者によっていろいろ解釈でありますとか、そもそも新しい試みということなので、齟齬がある関係がこれ当然出ますので、私ども、先ほど申しましたように、必ずこれ実施の前に説明会をやらさせてやろう、やらさせていただきたいと思っておりますので、齟齬がない形で実施をさせていただくということは、我々からもここのところは約束をさせていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。その他いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。はい、活発にご意見いただきまして、ご議論いただきましてありがとうございました。機械費用をですね、反映して、価格シグナルをですね、しっかり機能させるという重要性については、ご意見についてですね、異論がなかったと思いますので、事務局案の通りにですね、進めたいと、慎重に進めたいというふうに思います。事務局におかれましては、この方針でですね、対応を進めていただきますようお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、議題の2、小売電気事業者による環境負荷の情報開示のあり方について、丸2に関し、事務局から説明をお願いいたします。それでは資料4に基づきまして説明をさせていただきます。第60回4月27日の会合では、放射性廃棄物等の情報の開示を小売ガイドライン上で望ましい行為と位置づけることについてご議論をいただきました。その際、消費者が望む情報をファクトベースで議論すべきや、まずは消費者のニーズを捉えるため定点観測を行っていけばいいのではないかといった旨のご意見をいただきました。今回は以前の会合を踏まえまして、事務局で行いました消費者の意識調査の結果をご報告するとともに、今後の方向性についてご議論いただきたいと思います。5ページをご覧ください。今回の消費者の意識調査の実施でございます。前回の専門会合におきまして、一般の消費者のニーズを調査する必要性、ファクトベースでの検討すべきといった指摘がございました。電気の選択にあたり意識することや、現在の小売電気事業者が求められている説明の分量についてどのように考えているかなどの実態調査を行うべく、消費者アンケート調査を実施しました。調査の募集団は総務省の
人口推計における都道府県ごとの人口年代、性別構成に沿って設定したものでございます。なお、アンケートの実施にあたりましては、今回ご提案をいただきました NACS の村上委員ともご調整をさせていただき、アンケートの方法項目についても、調整をさせていただいたものでございます。アンケートの概要でございますが、調査対象としましては全国の20歳以上の一般男女約1万人、調査時期としましては7月の5日から15日、手法としてはインターネット、有効回答数として9139人ということでございます。結果の概要でございます。8ページをご覧ください。消費者に対し電気の選択に対して重視していることまたは重視したいことを複数回答かで選択してもらった結果でございます。その結果、電気料金の安さ、特典、事業者の知名度、信頼度やサポート体制といった4項目の回答が設置経験にかかわらず上位となっておりまして、家計や暮らしへの結びつきが強い事故への関心が高い傾向がございます。これに比べまして環境負荷を含むその他項目への回答は1から 3% となっております。9ページをご覧ください。重視している事項の中で最も重視している項目について調査したものでございます。1番目に重視していることまたは重視したいことに限定しますと電気料金が安いことが一番上に来るということになってございます。10ページをご覧ください。2番目に重視していることに限定をしましても、1番目と同様、家計や暮らしへの結びつきが強い、特典、事業者の知名度、信頼度、料金の安さやサポート体制の4項目に、回答が集中しております。11ページをご覧ください。3番目に重視していることに限定しましても、1、2番目に重視することと回答と同様、家計や暮らしへの結びつきが強い4項目への回答が集中しております。環境負荷を含むその他の項目への回答は各項目数パーセントとなっているかいずれかの項目が際立って高い結果ではないということでございます。環境影響のみに選択肢を限定しまして環境への影響に関して電気を選択するにあたって考慮したい情報についても調査を行いました。こちらは複数回答かで選択をしていただきましたけれども関心のある情報はない、現状の情報で良いとの回答が最も多くて、発電に伴う環境汚染への意識も一定程度見られる状況でございました。その中では放射性廃棄物に関する関心が他の環境関連項目と比べて際立って高いとまでは言えない状況でございました。13ページをご覧ください。現在、小売電気事業者が求められている電源構成表示の説明の分量についても調査を行いました。消費者視点では現状の説明分量で良いとする回答が最も多く、現状よりも説明分量を減らす方が良いとの回答も加えますと、さらなる情報の追加を好まない割合が過半を占めている状況でございました。15ページをご覧ください。今後の検討の方向性でございます。調査の結果、消費者が電気を選択するに際しましては、家計や暮らしへの結びつけが強い電気料金の安さや特典、事業者の知名度、信頼度、サポート体制といった点が重視されておりまして、これに対して環境負荷への関心は現状低い傾向にございます。また小売電気事業者による電源表示などの説明分量につきましても、消費者視点ではさらなる情報の追加を好まない割合が過半を占めておりました。他方で環境影響に選択肢を限定して調査した場合、関心のある情報はない、現状の情報で良いという割合が最も多いものの、発電に伴う環境汚染への意識も一定程度見られる状況でございました。他方で放射性廃棄物に対する関心が他の環境関連項目と比べまして際立って高いとまでは言えない状況でございます。この調査結果を踏まえまして今後の方向性についてご議論いただきたいと考えております。東方からの説明は以上でございます。ありがとうございました。それではですね、ただいまの説明について、皆様からご質問ご発言いただきたく存じます。ご発言のある方はチャット欄に、その旨ご記入願います。村上委員、よろしくお願いいたします。はい、
まずはアンケートの実施および結果のご説明どうもありがとうございました。前回の議論で本当に消費者はそこに関心があるのかって、関心が低いのに、表示を増やすのはいかがなものかというような、他の委員からのご意見があったことは、NACS 内でもそれから商談連の中でも共有させていただきました。でそこで私たちも話し合ったんですけれども、消費者が見ない、関心がないから表示しないというのではなくて、理解をしてもらう必要がある情報は積極的に発信して関心を持ってもらう必要があるということを確認いたしました。考え方のベクトルが他の委員の方とは異なっているかもしれませんが、最初にそこを指摘しておきたいと思います。それから今回のアンケートの結果も、安さを訴求ポイントとする事業者が圧倒的に多い中で、ある意味予想通りという声も多数でした。再エネや環境情報に関心を持つ人がまだまだこんなに少ないということ自体を大きな問題として認識するべきだなというふうに感じた次第です。もっと関心を高めないと、再エネ 38% や NDC46% の目標達成もできないのではないかというふうに危惧します。そのためにも電源表示を義務化したり、 CO2 排出量の表示方法をもっと分かりやすくしたりして、再エネを選ぶ消費者、非化石電源を選ぶ消費者を増やしていくとともに、重要な放射性廃棄物に関しても関心を高めていきたいというふうに改めて提案したいと思います。消費者庁では今 SDGs の取り組みとしてエシカル消費というのを推進しています。これは商品のサービスに目を、商品のライフサイクルに目を向けて、環境や人権に配慮した商品を選ぶ消費者を増やしていく取り組みで、エコラベルやフェアトレードマークなどの目印となるのが存在するわけですけれども、まだまだこれにも関しても消費者には知られてないという課題があったり、商品そのものが少ないという問題もあります。でこれについては、どんな商品でも消費者が購入するときにきちんと情報を示すことが一番効果的であるというふうに、言われており、その考え方の下で流通事業者が積極的に品揃えをしたりフェアを行ったりして、認知度を高めていく努力がスタートしています。電気も安いだけを売りにするのではなくて、脱炭素と環境配慮を、売りにする、小売事業者がもっと増えていくことで、消費者の意識も変わり社会も変わっていく、鶏と卵じゃないですけれども両輪で、社会を変えていく必要があると思います。そのためにも電源表示および、CO2 排出係数、それから放射性廃棄物の排出係数などの、表示の義務化を検討していただきたいなというふうに思います。で次にアンケート結果についてコメントさせていただきたいと思います。まず最初に設問について事前に意見を聴取していただきありがとうございました。そのことが先ほども紹介されましたけれども、その時に私どもから申し上げましたのは、情報の量もさることながら、情報を、掲載すること、電源表示に関連する情報を掲載すること自体が望ましい行為とされていて、義務ではないということもちゃんと示した上で、義務化してもらいたい人がどれだけいるかということを調査してほしいというふうに、提案をいたしましたが、設問数の予算の関係でそれは難しいということで却下されたことはお伝えしておきたいと思います。それから設問の結果についてです。8ページなんですけれども、この母数は何になるんでしょうか。複数回答でこの、ですね、例えば、一番左端の、電気料金が安いことっていうのが 43.8% となってるんですけれども、次のページを見ると、一番に料金が安いことを選んだのは 76.8% となっていて、ちょっと分かりづらい8ページのグラフがよく分からないなというふうに思います。これはもしかしたら回答数のチェック数を 100にしているのかなというふうにも想像したんですが、本来であれば2387名、それから6752名を母数として、それぞれの設問にチェックした人のカウント数をパーセンテージで出すのではないかなと思っております。のでちょっとそこら辺を確認させていただきたいと思います。それからせっかく回答数が9000を超えるような貴重なデータですので、ぜひ年齢別のクロス集計なども
行っていただきたいと思います。それから9から11ページに関しては、回答者数を母数としていると認識していますけれども、料金が安いの青だけを足すと1位、2位、3位で青だけを足すと 100% を超えているのもちょっと気になります。これは計算ミスではないでしょうか。それから原子力が含まれないことの回答数のパーセントを足すと今 4.9% になってますけれども、すべて のチェックで何パーセントになったのかというのはぜひお教えいただきたいと思います。それから設問2の結果に関してですけれども、関心がですね、放射性廃棄物への関心が他の環境問題と同程度ということは認識いたしました。それでも放射性廃棄物を取り分け記載してほしい理由というのをちょっと述べたいと思います。ノックスやソックスに関しては今も実際に発電所から排出されていて大きな問題になっているのでしょうか。私は公害対策などでかなり改善されたと認識しておりました。処理が困難で危険性を伴う放射性廃棄物とはちょっとレベルが違う、異なってきているのではないかなというふうに認識しています。それから、自然破壊は事前のアセスメントをしっかり行うことで、対応するべきであり、太陽光パネルなどもリサイクルするようにちゃんと制度を整えることが先であり、いずれも発生しないための対策が重要だというふうに考えています。一方で放射性廃棄物は必ず出るもの、漏れなくついてくるものなので、これはきちんと表示するべきというふうに考えております。最後に設問さんの結果ですけれども、環境情報に関する関心を持っている人の間で情報量が多くなっても良いという人たちがどれだけいるのかという、クロス集計をぜひしていただければと思います。関心のない人たちがこれ以上増やさなくて良いと言っているのとはレベルの違うことが出てくるのではないかなというふうに想定しております。以上、長くなりましたが、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。質問につきましては後ほど回答していただきます。それでは草薙議員、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。ありがとうございます。私はしっかりした消費者アンケート調査のご報告をいただけたと思っております。で、村上委員も関わってくださっているアンケートだということで、村上委員自身もまだ疑問の残っている点があるということでございましたが、座長からもございました通り、事務局からのご説明も後ほどあると思いますし、総じて、有意義なアンケートになっていると思います。で、消費者の視点では現状の電源構成表示等の説明分量で良いとする回答が最も多く約4割で、現状よりも説明分量を減らそうが良いとの回答を加えますと、さらなる情報の追加を好まない割合が 60.9% に及ぶという状況でありまして、放射性廃棄物に対する関心が他の環境関連項目と比べ、際立って高いとまでは到底言えない状況でございますので、総じて現状のあり方が肯定されたと思います。すなわち今回のアンケートで放射性廃棄物に関する項目がなくても十分妥当なものとなっているということが示されたと考えられ、今すぐ現状を何か変更するという必要はないということであろうと考えます。なお、参考の14ページに示されているものは小売ガイドラインに基づいて事務局が標準的なものを示されたものとなっておりますけれども、各社工夫を凝らして同様のものをホームページ等で表示されているところでございます。で、ここに至るまでに非化石証書をめぐる外側の円グラフとか、注意書きの示し方とか、さまざまなことについて相当に考えられ作り込まれてきたものであることを踏まえますと、これに何かを加えるといった議論は今回はもう打ち止めとしていただいて、今後監視等委員会の方で一般の人向けに何が重視されているのかのファクトベースのアンケートを取る形で定点観測をしていってくださればありがたいと思います。で、時の経過とともに現状の表記方法の満足度が下がり、加えるべき項目が出てきたときにそれを加えるということについて改めて議論するという方向が正しいのではないかと思います。で、家計や暮らしへの結びつきが強い金銭的な事項への関心がやはり強い
そういうものへの関心が高いのだと、いうそのことが分かったことは今回有益だったと思います。未来永劫現状を変える必要はないという趣旨ではもちろんありませんので申し添えます。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。その他いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。